武田敏彦は、日本の厚生労働官僚。厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省政策参与等を経て、岩手医科大学客員教授、ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー。岩手県出身。岩手県立森岡第一高等学校を経て、1983年、東京大学法学部卒業。 国家公務員上級講師を受け、厚生省入省。1999年、厚生省大臣官房政策課企画官。同年、庭雄也厚生大臣秘書官事務取扱い。2000年厚生省大臣官房政策課企画官。2001年厚生労働省大臣官房総務課企画官。2002年厚生労働省保健局医療課、保健医療企画庁査室長。 2004年社会保健庁運営部医療保険課長。2006年厚生労働省医政局経済課長。2008年厚生労働省保健局国民健康保険課長。2009年厚生労働省医政局政策医療課長。2010年厚生労働省保健局総務課長。2011年厚生労働省政策。 統括官付社会保障担当参事官。2012年消防庁審議官。2014年厚生労働省大臣官房審議官。2015年厚生労働省政策統括官。2016年厚生労働省医薬、生活衛生局長。2017年厚生労働省医政局長。2018年大官、厚生労働省政策参与。 東方ホールディングス未来総研評議員。2019年ボストンコンサルティンググループシニア、アドバイザー、カーニシホールディングス顧問、東京会場、日動火災保健顧問、岩手医科大学客員教授、ありがとうございます。